塚優斗です。乗ってる板はレブです。やっぱ抜けるときにすごい反発あるんで、その分上には飛ばしてくれます。置き技かけてもそのなんだろうな、板が折れなかったりとかはありますね。パイプもキッカーもすごい飛びやすいし、ターン練習するにしてもすごい安定感あるんで、すぐ上達はできると思います。自分の中では X ゲームと US オープンが一番でかい大会なんで、そこで高さ出して今よりなんだろうな、すごいっていうよりもかっこいいって言われる滑りをしたいです。ジャケットは薄くて中に着込めてすごい動きやすいし、パンツはあったかくて寒い日でもストレスなく滑れていいと思います。最近大会の一発目の5とか2グラブ入れたりするんですけど、自分的にはストレスなくできるし、大会によっては一発目ティークから入ったりとかする時も、その突っ張りとかも感じずにできるんで、すごいいいです。回転多くなると体の動かすのとかすごい大切になってくるんで、すごいそこは重要だと思います。派手すぎず、なんかこう目立たなすぎずみたいな、ちょうどいい、そのなんだろう、一色だけでできてるのが俺はすごいシンプルでいいと思います。